こんにちは、友達 TV の動画を見ていただきましてありがとうございます。2018年4月4日水曜日です。水曜日、平日の水曜日なんですが、デイゲームです。で、今年2018年の一発目のプロ野球観戦が仙台での楽天対北海道日本ハムファイターズの一戦ということになりました。ゾゾマリンでの千葉ロッテマリーンズ戦でもなく、東京ドームでの巨人戦でもなく、今回来たのは仙台での日本ハムファイターズ戦です。それじゃあ早速楽しみに行ってみたいと思います。楽天の、今年から楽天生命パーク宮城かな、こちらの名前になってますけど、この宮城のスタジアム来るの初めてですんで、今日はちょっと楽しみたいと思います。ちゃんと動くようになってます。開幕ということでヤンキースの田中選手から花束が送られてきます。先ほどオープニングを撮りましたが、やっぱりここの前で撮ればよかったね。今年の桜は満開になる時期が早かったようですが、宮城県のこの日の球場の周りの桜は満開で、すごく綺麗な桜の花を見ることができました。スタンド内はこんな感じになっていて、思ったよりもコンパクトな球場だったので、グラウンドが近くに感じられました。ではただいまより両チームのスターティングメンバーを発表いたします。1番センター西川、センター西川背番号7。両チームのスタメン発表です。平日のデイゲームということもあってか、割と空席も目立っておりましたが、試合が進むにつれて混んでまいりました。席に座りました。席はこんな感じです。バックネットの後ろで見やすくです。それで今日は北海道日本ハムファイターズというか鎌ヶ谷ファイターズです。北海道日本ハムの2軍チーム鎌ヶ谷ファイターズのユニフォームを着て応援したいと思います。一応ね、これ北海道日本ハムのロゴがついてるんですけども、札幌ドームでこのユニフォーム着てても結構誰も知らない人いるように、さらに楽天の球場だとほぼ誰も知らないと思います。だからね、結構恥ずかしい、結構恥ずかしいね。まあでも鎌ヶ谷ファイターズのユニフォーム着て応援します。鎌ヶ谷ファイターズっていうのは北海道日本ハムファイターズの2軍の、球場がある場所、千葉県鎌ヶ谷市にある場所です。高梨ピッチャー、高梨背番号39、千葉県出身。さあ皆さん、では高らかに行きましょう。続いては後攻、楽天イーグルス。試合開始が近づくと、試合前にセレモニーが行われておりました。そういった映像も唐辛子 TV らしく載せておきましょう。この日のスポンサーから両チーム監督への花束贈呈でございます。続きまして、国歌斉唱です。国歌斉唱は宮城県古川黎明高等学校コーラス部の皆さんです。この日の始球式は体操のお兄さん、広道お兄さんでした。さすがです、ナイスピッチ。それでは試合開始でございます。この球場はファールグラウンドも小さいということで、やっぱり近くに見える感じがあって、すごく迫力感がありました。すいません、外野っていけるんですか。
初めて来る球場ですので、行ける範囲で球場見学をしたいと思います。球場の外野席の裏側にある観覧車です。子供たちが遊べるような感じになってます。ここの人工芝に座ってモニターで野球を見ていると思います。メリーゴーランドもあるみたいです。こちらも結構いろいろあって楽しみです。野球自体は見えないかもしれないけど、こういろんな風に遊べるような感じになってます。あ、それと先日の平昌オリンピックで話題になったカーリングのコーナーもあります。この後ろでは先日今年のお正月に亡くなられた星野仙一さんのお別れ会がやっています。球場グルメを食べてみようということで迷ったんですが、どうせなら選手プロデュースグルメがいいかなと思い、こちらにすることにしました。今回は銀次郎ガパオライスにしました。背番号33番のソーセージが入っております。早速いただいてみたいと思います。こちらを食べてグッドポーズ、さらに食べていきましょう。銀次選手は球場に来るとだいたいビールを飲んだりするんですが、今回はデーゲームということもありましたので、ノンアルコールで野球観戦です。慢性ぐるぐるタイムスタート。さあやってまいりました、ラッキーイーグス5回の裏恒例慢性ぐるぐるタイムスタート。さあエンジェルスと一緒にマイヒーロー香りや応援アイテムもうぐるぐる回して盛り上がっていきましょう。さあ盛り上がっている人、はっかけてる人、カメラさんがチャープになってますよ。ファイトアップラッキーセブンです。誰が鳴らすかあの鐘は、勇気をたたえて空高く飛んで行け、進めファイターズ勝利の徒歩、進めファイターズ爽やかに私のチャンネル唐辛子 TV を見ていただいたことがある方はご存知かもしれませんが、だいたい球場に行くと両方のチームの応援歌を歌うというのが私のパターンですので、楽天側外野自由席に移動しまして、今度は楽天の応援歌でございます。
の席ではないので止まって動画を撮ることができないのでブレてしまっておりますが、この映像を見ていただくと分かるかと思いますが、パークランドが小さいのですごく近くに見ることができるような感じになっておりました。後半は雨が降ってきましたが、すごい試合内容がいい展開だったので皆さん一生懸命応援しているような感じです。ファールボールにご注意ください。ご覧のように5回まで北海道日本ハイターズの勝利でございます。勝利投手トンキン、西武石川直也、対戦投手は坂田でございます。そうですね、太田がスリーベースで繋いでくれたので、なんとか外野まで飛ばそうという気持ちで、打席に入れたので結果は良かったかなと思います。試合終了しました。後半から雨が降っていたんですが、皆さんレインコートやカップを着たりして最後まで応援してた感じです。北海道日本ハムファイターズ2軍チーム、鎌ヶ谷ファイターズのユニフォームも最後まで着て応援しました。ありがとうございました。今年から楽天生命パーク宮城ですけども初めて来ましたが、すごい球場がね、こう、まあ、よく言えばこうこじんまりするから、すごいグラウンドとの距離が近くてなかなか見やすくて、しかもこれだけ近いとね、迫力もあって楽しかったです。ハールグランドもすごい狭いんで、プロの試合にしたら、ね、すごい狭いと思うんで、本当に高校野球の予選会を、でも良かったですね。ありがとうございました。数少ない、北海道日本ハムファイターズファンがいらっしゃったので最後は挨拶をします。本当に、ね、高校野球の県大会、県予選を見に来ているような感じです。すごい近くに見える感じで良かったです。ということで、まあ、この楽天のこのスタジアム、まあ、意外と東京から新幹線の方が少なんで、また機会があったら来たいなと思います。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。グッドボーズ。あ、そうだ、で最後に結果を言ってなかった。今日はですね、5対2で北海道日本ハムファイターズが勝ちました。ありがとうございました。よかったです。最後ね、8回裏で同点、2対2の同点に追いつかれた時はもうどうなのかなと思ったんですけど、そこから最後まで帰らず、雨降っていたんですが最後まで逃げてよかったです。どうもありがとうございました。